かったもん。時代ちゃん、いいから先に帰ってよ、ね。ダメ。ちゃんと送ってってあげる。傭兵、安心して行っていいよ。どうしてここに？そっか。今ね、お母さんにいろんなこと報告してたの。それからお礼と、お父さんや私たちを助けてくれてどうもありがとうって。でも、お兄ちゃんのお母さんかもしれないよ。それとも、昔話のお姫様が私たちを助けてくれたとか。お母さんは知ってたのかな、私のお父さんと。お兄ちゃんのお母さんのこと。言ってない。これから先も言わない。緑にも。でも、緑には言うかも。緑がいつかお兄ちゃんのことを好きになりそうになったら、私と同じ気持ちを味合わせたくないから。私たち兄弟なんだね。私ね、まだ頭がごちゃごちゃしてるんだけど、でもなんだかこれでよかったような気がしてるの。私ずっとお兄さんが欲しかったし、だから
お兄ちゃんのこともお兄ちゃんって呼んでたんだと思う。それなら大丈夫。私、彼氏も作らないし、結婚もしないから。で、お兄ちゃんが結婚するまで、そばで面倒を見てあげるの。なんてね、冗談。やっぱり早く結婚しちゃおっと。すっごいかっこよくて優しい人と一緒になって子供をたくさん産むので、お兄ちゃんの近所に住んで、お兄ちゃんのお嫁さんと友達になって、家族ぐるみですっごい仲良く暮らすの。こういうのもいいでしょ。そしてね、いつか私の子供とお兄ちゃんの子供が恋をして、この島で結婚式あげるんだ。島の人たちもみんな呼んで。そんなの決まってるじゃない。あとはみんないつまでもいつまでも幸せに。ちゃん、兄弟でもこんな風にお兄ちゃんに甘えてもいいよね。洋平先生、東京行っても元気でね。お疲れ様。東京に戻っても頑張ってね。また必ず島に戻ってきてね。私も東京に行ってみたいと思います。その時は町を案内していただけますか。親父も連れてきたかったんやけど、人が多いとこは苦手や言うてな。ま、勘弁したってや。あんたにくれぐれもよろしくって言うてたで。東京に戻るのか。いいな。
私もだんだんそんな気になってきたけどさ。向こうに着いたら電話くれるよね。いろいろお世話になりました。本当に。大丈夫です。先生、元気で。どういたしまして。はい。先生、いろいろすみませんでした。また帰ってきてくれますよね、姫神島に。その時には私もいろんなことを相談していいですか？私もいろいろ悩みとかあるんです。自分の生活のこととか。はい、ありがとうございます。先生、捜査へのご協力ありがとうございました。はい、事件の事後処理が終わるまでは当分安心してください。私がいる限りもう悪い人たち一歩も島に入れませんから。私の言い名付けだった人にそっくりなんですなぁ。この一月顔を合わせてたおかげで60歳ぐらい若返ったような気がしますわ。ありがとうございました。じゃあ、またね、お兄ちゃん。お父さんもよろしくって言ってた。うん。あ、ほら、お兄ちゃん、船が出ちゃう。you